ラビットの松本です。渡辺です。はい、で今日は肺活量勝負。肺活量勝負、はい、2回言った。肺活量勝負を今からします。はい、はい、いいですね。はい、ということでどうやって勝負するかというと、こちらドン、恥ずかしい、吹き戻し、うん、吹き戻しって言うんや、吹き戻しって言うんやね吹き返しっていうの、ピローンってなるやつじゃない、ウーンっていうやつだろ、ウーンっていうやつ、ウーンっていうやつで、うん、今からこうずーっと吹き続けてもらって、先に戻った方が負け、先に命途絶えたら終わり、終わり、うん、それだけ、それだけ、肺活量上がどちらかなのかっていうことが、そうそうそう、まあ、っていうのも、松本さんのやっぱりこう肺活量がすごいので、そこを逆にちょっとアピールしたいぐらい。あ、僕すごいんですか。いや、すごいんですよ。その声の通り方がもうすごい吸い込んでるじゃないですか、うん、空気を、うん、ということはめちゃめちゃ長い間この吹き戻せるんじゃないかなって僕は思うんですよ。なんでそんなんよ、俺弱かった、どうするんですか。いや、弱いはずはないのよ。弱いはずがないのよ。じゃあちょっとやってみましょう、はい、やってみましょう、はい、ちょっと外してもらって外していいんですか。はい、こうやって距離取ってね、ちょっと立とうかな、やっぱり俺ちょっと前傾姿勢、あ、でもせん方がいいかもしれん。ほんま？いける？それ、全部吸い込まなかった、ね、全部吸い込む、ほんま緊張してきた緊張してきた。どれだけの肺活量なのか、いきますよ。負けた方罰ゲーム、どうする、吹き戻しでどう疲れる。あるね、しっぺしっぺしっぺ、いきますよ、いきますよ。じゃあ用意スタート言ってもらっていいですか。はい、用意スタート。それじゃあ、また明日お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。